栃木の方言ってあまり聞かないよね。まあ方言っていうよりは訛りの方が印象強いしね。知り上がりのやつね。知り上がりの方が印象強いっぺよ。出たー。じゃあ方言はあまりないの？今はそんなに使われてないやつならいっぱいありますよ。どうなの？ぶん抜き。ぶん抜き？引っこ抜く的な？残念。そっくりって意味。全然違ったわ。あの兄弟ぶん抜きだな。どっちかっていうと訛りが気になるな。めめくる。襲いかかるとか？残念。芽が出るって意味。くそ、ちょっと当てたくなってきた。この種なかなかめめくんねえっぺな。だから訛りの方が気になるんだよな。もそい。ものすごく細い。長持ちするって意味。当たらねえ。この乾電池もそいっぺ。絶対伝わらないわ。こでらんない。寝てられない。たまらないって意味。全部全然違う。風呂上がりの一杯はこでらんねえな。普通に言った方が楽じゃない？とまあ、こんな感じ？うん。やっぱり方言より、訛りが気になるわ。